こんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです。今日は、サシャギトリという劇作,劇作家さんの名言です。どんな名言でしょうか劇作家、いろんなことを書けそうですよね。言,いそう言えそうですよね、はい。早速申し上げます。我々の 最も大きな誤りは彼女たちが我々を愛していると信じていることではなくむしろ我々が彼女たちを愛していると思い込んでいることである胸が痛いです <laughs> 胸が痛い <laughs> そうそうなんですよねはい本当に愛してますか ちょっと好みかなぐらいの感じとか、居心地いいなぐらいの感じとか、そういうのを愛してるというふうに言い換えてませんかということですかね彼女たちの愛はもっと深いかもしれませんよ。ねえ。それに応えられるように男を磨かないといけないですね。磨かないといけない。 磨いてこなかった。磨いてこずに済んだこの何十年間。はい。そうですね。私は恵まれていました。そのために鍛えられることがなかった。はい。それが今の私を作っています。はい。反省します。ということで、今回も最後の最後の最後に、もう一度この名言を申し上げまして、終わりとさせていただきたいと思います。それではまた皆さん。 次の配信または別の配信でお会いしましょう。それでは参ります。我々の最も大きな誤りは彼女たちが我々を愛していると信じていることではなくむしろ我々が彼女たちを愛していると 思い込んでいることである。